今日の動画では、韓国人が選ぶ、今話題沸騰中の人気イケメン俳優トップ15を紹介してみたいと思います。魔女の恋愛や彼女は綺麗だった、キム秘書は一体なぜなどの作品で主演を務め、数々のヒット作を生み出すメガヒット保証俳優として活躍。また、ドラマイテウォンクラスがネットフリックスでも配信されたことから、世界的ブレイクを果たしたパク・ソジュン。今年はバラエティ番組ソジンの家に始まり、映画ドリーム、コンクリートユートピアが韓国で大ヒットを記録し、連日話題に。また、マーベルズでのハリウッド進出が控えているほか、3年ぶりのドラマ主演作キョンソンクリーチャーも待機するなど、ますます目が離せない存在となっています。遅いデビューながらも、映画高知戦での鮮烈な登場と、さらにドラマシグナルで高い演技力が認められ、演技派としての地位を確立したイ・ジェフン。最近では、自己最高視聴率 21.8% を記録した、復讐代行人模範タクシーシーズン2までヒットさせ、映画、ドラマの両ジャンルで欠かせない俳優の一人として活躍しています。一方で、俳優というフレームを超えて初の映画監督にも初挑戦するなど、多方面で大活躍中のイ・ジェフンは、現在2本の映画が待機中、また2024年に放送予定の新ドラマ、捜査班長、そして11月には初の日本ファンミーティングが決定しています。2016年公開の大ヒット映画、マスターで顔を知らしめたウードファンは、ドラマ、マッドドッグで、新人とは思えない高い演技力が評価され、その年の KBS 演技大賞で男性新人賞を受賞しています。その後も初主演ドラマ、偉大な誘惑者、私の国、ザ・キング、永遠の君主などの作品で、ビジュアルも演技力も兼ね備えた次世代俳優として注目されました。2023年は、除隊後の復帰作、朝鮮弁護士、強烈なファイトシーンと熱いブロマンスで、世界中から高い評価を集めたネットフリックスシリーズブラッドハウンドへの出演と目を見張る活躍ぶりを見せています。日本でも大人気の 2PM のメンバーでソロ活動も行うジュノは映画監視者たちに始まり20歳、ドラマキム課長と総理事、ただ愛する中、自白など作品ごとに違ったキャラクターに挑み続け音楽活動と並行して演技の世界でも着々とキャリアを築き上げてきました。特に大ヒットドラマ赤い袖先では、王遺産役を演じきり演技ドルの枠を超え、俳優として一目置かれる存在に。連続ヒットに導いたキングザランドでも、少女時代ユナとのロマンス演技で多くのファンを魅了、韓国で空前のイ・ジュノブームを巻き起こしました。甘いマスクに気品あふれる。穏やかで優しいオーラが魅力のパク・ヒョンシクは、2010年にボーイズグループ、j a のメンバーとしてデビュー。グループではメインボーカル担当で、その実力は後のミュージカル出演にも活かされました。また、2012年にドラマデビュー以降は、家族なのにどうしてや、力の強い女トー・ボンスン、除隊後の復帰作、ハピネスなど、大ヒットドラマに立て続けに出演し、人気と実力を兼ね備えた演技ドルとしても活躍しています。そんなパク・ヒョンシク、次期作に相続者たち以降10年ぶりとなるパク・シネと共演の主演ドラマ、ドクタースランプへの出演を確定しています。190センチ超えの高身長に、二次元から飛び出してきたようなビジュアルで、男女問わずに人気を集めているローンは、2016年ボーイズグループ SF9 のメンバーとしてデビューしました。2017年からは俳優業も並行し、2019年の偶然見つけた春でブレイク。以降も先輩、その口紅塗らないで、レンボなどの人気作品で主演を務め、俳優としての演技力とその人気ぶりを証明しました。先日、所属グループ SF9 を脱退し、個人での活動に専念することを発表したローンは、現在、Netflix でも配信中のこの恋は不可抗力。そして10月からは新ドラマ、婚礼大賞が放送予定。今や飛ぶ鳥を落とす勢いで大活躍しています。2012年、ボーイズグループ、ニューイーストのリードボーカルとして歌手デビューし、その後、プロデュース101シーズン2に出演。最終メンバーに残り、ワナワンとしても活動しました。アイドル時代に、日本映画、知らない二人で主演を務めた経歴があるファン・ミンヒョンは、初主演ドラマ、恋はオンエア中を皮切りに、俳優として本格的にソロ活動を開始。冠婚、そして無駄な嘘まで、多様な魅力を持つキャラクターを見事に演じ、俳優としての地位を固めています。そんなファン・ミンヒョン、次期作スタディグループに、ユン・ガミン役で出演することが決まっています。デビューして20年余り、年齢を重ねてもぶれない自然体な生き方で、今の衰え知らずの人気を誇るコンユ。慎重な作品選びとじっくりと積み上げてきたキャリアで、成熟した人間味あふれる演技を披露するコンユは、コーヒープリンス1号店やトッケビ、新幹線、ファイナルエクスプレスなどの代表作を数多く持つトップスター俳優として活躍しています。今後の待機作も注目すべき作品ばかりで、大ヒットドラマ、イカゲームのシーズン2への続投、そして同じ事務所のソ・ヒョンジンと初共演となるネットフリックスの新ドラマトランクに、ハン・ジョンウォン役で出演することが決まっています。映画タイタニックのレオナルド・ディカプリオに魅せられ、俳優の道を志し、2017年、彼女は嘘を愛しすぎてるで俳優デビュー。恋するアプリ、分かっていても、気象庁の人々を通して圧倒的な存在感を示し、最も注目すべき俳優の一人として、日韓ともに若い世代から絶大な人気を集めているソンガンは、優れた演技力だけでなく、186センチの高身長と国宝級イケメンと言われる美しいビジュアルで、見る人を魅了しています。先日日本で2度目のファンミーティングを開催したばかりのソンガン。次期作にネットフリックスシリーズ、スイートホーム、俺と世界の絶望、シーズン2の配信が控えています。カナダの市民権を持っているバイリンガル俳優j a は、2011年にジャッペで俳優デビュー後、映画やドラマを縦横無尽に行き交い、コメディからシリアスまで自在に演じる、その多彩さが高く評価されています。また、バラエティ番組で見せる無邪気な笑顔は、母性本能をくすぐる可愛さで、日本でも多くのファンを獲得。そんなチェ・ウシクを堪能できる、ソジンの家のスピンオフ番組が、韓国で今月スタートするほか、2024年に公開予定のネットフリックスの新ドラマ、殺人おもちゃに異端役で出演することが決まっています。韓国で本当に付き合っているかのような演技と、本物の彼氏と錯覚させるような魅力で、見る者の心を虜にすることから、現実彼氏と呼ばれているナム・ジュヒョク。ドラマ、スタートアップ、夢の扉に続き、25、21がネットフリックスを通して配信されたことで、世界中でファンが急増、グローバルな人気を誇っています。そんなナム・ジュヒョクは現在、軍事警察団、機動隊で服務中。除隊予定は2025年の秋頃となっていますが、入隊期間中にディズニープラスのスターにてドラマビジランテが配信予定です。少年のような笑顔とアンバランスな低音ボイスが魅力のイードヒョンは、ドラマ、刑務所のルールブックでデビュー。ドラマ、ホテルデルーナ、18アゲイン、5月の青春など、キャラクター消化力と隙のない熱演で、今最も注目すべき俳優と言われています。特に今年は、大ヒットドラマ、ザ・グローリー、良くも悪くも、だって母親の2作品に立て続けに出演し、類稀なる品格と存在感で、さらなる注目を浴びました。そんなイードヒョンも8月に入隊し、現在服務中。除隊予定は2025年5月頃となっています。オーディションで2000倍の競争率を勝ち抜いて抜擢された、サプライズのメンバーとして活動しながら、2013年放課後のくじ引きで、本格的に俳優活動を開始。ドラマ、ずる賢いバツイチの恋、恋はチーズインザトラップ。第3の魅力などの作品を通して徐々に人気が高まり、次世代スターの筆頭として注目を集めました。塩顔イケメン俳優の代表格であるソ・ナンジュンは、韓国で最も付き合いたい年下男子ナンバー1、整形したい男子が憧れるスター俳優に選ばれることもしばしば。今年5月に陸軍の服務を終えて除隊したばかり、どんな作品で復帰するか、多くのファンが胸膨らませています。ボーイズグループ、アストロのメンバーとして活躍しながら、ドラマ、私の ID はカンナム美人や、女神降臨でも主演を務め、俳優としても人気爆発中のチャーウヌ。また2022年からは、ディオールのアンバサダーとしても世界を飛び回り、ファッション、ビューティー業界など多方面から注目を集めています。今まさに、俳優としてもアーティストとしても最高潮の活躍を見せているj a は、10月11日からスタートする主演ドラマ「ワンダフルデイズ」に高校の数学教師チン・ソウォン役で出演します。大ヒットドラマ「社内お見合い」で非の打ちどころがない CEO カン・テムを務めて新ラブコメキングの座に躍り出たアン・ヒョソプ。音楽的才能も優れていて歌手デビューの準備をしていたという過去があります。俳優に転向後は数々の作品を通して着実にキャリアを積みながら、ホンチョンギ、社内お見合い、ロマンドクターキムサブまで相次いで大ヒットさせ、世界的な人気を得たことで、グローバルスターとしての立地を固めました。そんなアン・ヒョソプは現在、ネットフリックスの新ドラマ、君の時間の中へに出演中、さらなる躍進を遂げています。